熊本バンドの主要メンバー、熊本バンドは、1876年1月30日に、熊本県熊本市の花岡山で、熊本洋学校の生徒34名が、米国人教師、LLJN ズの影響を受けて、自主的に、法教主移書に署名して、プロテスタントキリスト教に改修し、これを日本に広めようと名役を交わした集団のこと。直後に、熊本洋学校は、 平行になり、その後、新島城の同志社絵学校に移り、卒業後は、同志社大学、日本組合キリスト教会の重鎮になり、基礎を築いた。これは、札幌バンド、横浜バンドと並んで、日本の明治のプロテスタント派の三つの源流の一つである。花岡山バンドとも言う。花岡山山頂には、熊本バンド結成の地として、昭和40年に記念碑が建てられた。 これは、法教の石踏みと呼ばれている。なお、毎年1月30日には、熊本バンド結成を記念して、記念総展議等会が開かれている。熊本洋学校の教師、LLJN ズ熊本バンドが結成された花、岡山日本組合イキリスト教会の、熊本バンド出身者1871年、熊本洋学校が設立された。れた、アメリカ人教師、 l l ーンズ宅で聖書研究会に連なり、法教の決意をした。彼らの信仰と情熱が青年たちを動かし、多数の入信者を生んだ。特に1875年11月以降に祈祷会の熱が高まる。ジーンズは平身と出会ったので、長崎在住のヘンリー・スタウト宣教師と相談の上、洗礼の例典を行った。ジーンズの教育方針は、 同義的国家の確立のために、神の信仰に生きる自主的な個人を形成することにあった。こうした教育観が、氏族の子として生まれながら、反省の解体で中性の対象を失った青年たちに新しい目標を与えた。1876年1月30日、洋学校の生徒35名は、熊本城外で岡山で集会を開催し、賛美歌を歌い黙祷と、 聖書朗読を捧げた後、法教主意書に制約した。こうした契約によって結ばれた人々をバンドと称した。この主意書は、ついにこの教を広告に敷き、大いに人民の猛舞を開かんと発す。とあるように、個人的な制約や、教会形成を意識したものというよりは、キリスト教と国家との関係を意識した、宗教国家樹立を宣言したものであった。 洋学校は1876年に閉鎖されたが、宮川常出る、金森通林、横井時雄、尾崎高堂、吉田咲也、海老名団状、徳富祖宝ら青年たちの多くは、親切間もない同志社英学校に転校し、同志社の大きな位置を占めるようになっていく。熊本バンドはジョーンズの影響により、リベラルで国家主義的であった。彼らは1880年代に、 ドイツから流入してきたリベラル神学の影響を受け、日本組合キリスト教会の教職者になったので、日本の改修派教会はリベラルが主流派になった。熊本バンド出身者は後に、牧師、教職、観光理、政治家などになった。また、日本の YMCA 設立にも関与し、尾崎高道は1880年設立の東京 YMCA 初代会長に就任した。 彼は YMCA の日本語訳を考える際に中国の秘書にある青雲の志から青年という故障を生み出した。また原田助も1886年に神戸 YMCA 会長についている。1926年1月30日に花岡山法教50年記念式が霊南坂、教会、熊本教会などで行われる。 1976年に熊本バンド100年記念総展離島会が花岡山で開催された。1997年5月2日、大崎行動の孫にあたる岩村真嗣が熊本バンドの子孫の会をホテル大倉で開催した。宮川常てる、海老名壇状、徳富祖宝、吉田作やら16名の子孫48名が参加した。熊本バンドの名称は メンバーらが名乗ったものではなく、同志者において、得意な存在である彼らを指して在職中の、宣教師ら周囲が呼んだ故障である。得意とは、この一団が、熊本県人気質を強く持っていた点、精神のみならず行動の、地区一までが、キリスト教信者職を強く押し出していた点、そして、熊本洋学校時代に、一般教育課程をすでに収めていたために成績が、よく、 それを鼻にかけて、時に教師さえ軽んじる態度を取る者がいた点がある。従って、この名称は、熊本時代ではなく、彼らが京都に行った時にできた言葉である。同志社営学校に転じた、熊本バンドの集合写真熊本バンドのメンバーを、定起する範囲には6つの説がある。35名とは、花岡山で、法教主遺書に署名した人数だが、 この時山に登った人数は40名だった。彼らを中心に周位に賛同した者たちを花岡山バンドと呼んだが、そこには若干の人数差があり、これを考慮してメンバーを約40名ともする。この主位書原本は同志社に保管されているが、うち14名の署名には抹消線が引かれており、残りは21名となる。実際に同志社に転向した人数は明瞭ではないが、 約20名と言われ、卒業した者は17名である。j エンズはメンバーの一時的な離散などもあったが、最終的に進行を貫いた者は予想以上に多かったと10回しており、これを受けて熊本 IMCA はを取っている。尾崎高堂、山崎ためのり、吉田作也、和田正治、赤嶺誠一郎の5人は、後からバンドに加わっているが、実は、花岡山の時に、 反キリスト教を訴える、正義派を水前時にて旗上げしており、このような声優が一定ではなかったことを示す事例がある。三大バンドその他、ありがとうございます。